滋賀高原滋賀高原スキー場奥、滋賀高原スキー場奥滋,滋賀高原スキー場は、長野県下高井郡山内町にあるスキー場である。滋賀高原一帯に展開する滋賀高原スキー場の中で最も北に位置し、市の瀬地区最用部の焼き火台山北東斜面に広がる。スキー以外に、秘書や登山などを楽しむことができ、各施設はそれぞれ独立しながらも一帯とした。 通年型リゾートを成している。施設の多くを奥志賀高原リゾートが運営し、奥志賀高原滞在者だけでなく宿泊者にも開放されている。開業当時から静かさを維持するために宿泊人数を計画的に制限しており、近年はゆっくりと過ごす長期滞在リゾートとしての性格をさらに強めている。一般的に奥志賀とは本スキー場の全域を指すが、 競技においては、ホテルなどが立地する本スキー場の北側部分を、奥志賀エリア、奥志賀ゴンドラリーフトのリバなどがある、南側部分を、大ラエリアと呼ぶ。奥志賀エリアが、リゾートのベースとなり、多くの施設や機能が集中して整備されている。一方、大ラエリアには、杉山スクール直営宿舎、スポーツハイム奥シガとレストラン、サンクリストフが、 ゴンドラリフト乗り場から徒歩1分圏内にある。本スキー場が開業した当時は、市の瀬地区の他のスキー場と切り離され、滋賀高原スキー場の中では独立していたことから、奥滋賀高原ホテルを中心に、独特の雰囲気と静けさのある高級リゾート地として営まれてきた。隣接する焼、焼き火隊山スキー場の開業により、 一ノ瀬地区とのスキーでの往来が可能となった現在もホテルを中心に滋賀高原スキー場の中で最もリゾート感覚に富むスキー場の一つとなっている。リフトの運営主体は奥滋賀高原リゾートでリフトは6本、コースは8本ある。尾根沿いにレイアウトされたダウンヒルコースは適度なシャドとカーブがある駐車面で ゴンドラリフト1本で約2800メートルの滑走ができることから、本スキー場で一番の人気コースとなっている。標高は1500から2000メートルと高く、初雪が10月下旬には降り、例年12月上旬にはオープンし、5月の連休まで営業しているが、4月上旬以降は、数本のリフトが運休となる場合がある。 リフトパスは標準的な滋賀高原スキー場共通リフト圏、1回圏やポイント制回数圏の他に、本スキー場独自のリフト圏がある。滋賀高原スキー場全域を結ぶシャトルバスを利用して、スキー滑走でアクセスできない熊野湯スキー場や横手、山スキー場方面への移動も可能である。最低標高1470メートル、最高標高2000メートル、 温熱帯のコースが多く、視界が開けており、景観が素晴らしい。目の前には、滋賀高原最高峰の岩曽山系がそびえる。急斜面などの上級者コースには、少々狭い部分があるものの迂回コースが設置され、初級者でも滑り降りることができる。奥滋賀エリアと大ホラエリアとは、第3高速ペアリフト降車場とゴンドラ山頂駅で接続している。 焼き火台山山頂の第4ゲレンデ最上部と第6ゲレンデ下方において焼き火台、山スキー場と接続している。本スキー場が開業した当時は、一つのコースに一つのリフトがかかっていたことから、ゲレンデの名称とリフト番号とが相関していた。現在も一部のコースを除いて、コース番号とリフト番号が一致していることから、コース名やリフト名を省略して、番号だけで呼ぶ場合もある。 2020から2021シーズンの奥、滋賀高原スキー場限定リフト料金は以下の通りである。滋賀高原全スキー場共通券は、滋賀高原スキー場を参照のこと。なお、2019から2020シーズンより、リフト券購入時における保証金500円の預け入れは、不要となった。1 8歳、内視59歳に60歳以上3中学生。 高校生4小学生以下の障害者は、障害者手手帳、または領域手帳提示本スキー場周辺の各ホテルやペンションに付随するレストランの他に、スキー場利用者向けの独立したレストランがある。自家製の飲食物や数の少ない仕入れ品、自家輸入品、地元名酒などがある。それぞれ美味しさにこだわりつつ、いわゆる地産地消の意味合いもありながら、地元の名品を出す店がある。 独立したレストランは基本的にスキーシーズンオフには休業している。詳しくはスキー場サイトのレストラン案内へ。宿泊キャパシティの比較的少ないグレードの高いリゾートホテルが2軒と寝頃感のあるペンションが数軒ある。ホテル、ペンションともに自家製のちょっとした食べ物や土産物などが用意されている。ホテル歴史ある古きリゾートを目指す格式の高い2つの リゾートホテルがある。ホテル及びその周辺はヨーロッパのリゾートの雰囲気に包まれている。両ホテルともにスキー場、バス停留場及び駐車場に隣接しアクセスは容易である。両、ホテルとも皇族の乗宿とされている。ペンション第一ゲレンデウ法近くに小さくペンション村が作られている。どれも小規模であり、落ち着きのある雰囲気を形成しており、どれも 本スキー場に近接しており、いくつかの施設にはスキー場から滑り込むことができる。長野電鉄は1979年に区画の分譲を公表したが許可が遅れ、7年後の1986年にようやく旧区画が分譲開始された。2008年のリーマンショックによる景気低迷以降、初期分譲時の経営者が廃業あるいは営業場とする区画が増加し、 これに伴いペンションだけでなく B&B やゲストハウスといった業態に代わる宿泊施設も加わっている。現在のペンション村の施設は以下の通りである。その他の宿泊施設を使がバスターミナル内ではキッズセミファットスキーまである。グリーンシーズン下記もまた集客力のある娯楽商業施設のない立地でありながらもその静けさを求めて訪れる者が少なからず存在し、 秘書地としての隠れた人気を維持している。ホテルでのウェディングや音楽堂でのコンサート、周辺のハイキング、渓流釣りなど自然と触れ合う静かなリゾート。ホテル周辺などにコースが整備されている。ちご池例年以下のようなものが模様されている。各ホテル等の独自のものなどもある。1998年の長野オリンピックの競技場の一つに滋賀高原が決定した頃から、 開催に向けた交通インフラ整備が進み、交通事情は開催以前に比べて格段に良くなった。しかし車の場合、つづら折り急勾配の参道、峠道であることに変わりはなく、現在も注意が必要である。冬場の除雪はされるものの、標高が高いことから、スキーシーズンには必ず滑り止めが必要。天候によっては高速道路を降りたところから雪道となる場合がある。 10月下旬や5月であっても天候の急変などにより数時間で雪道となる場合もある。志賀高原内のトンネルでは凍結などによるスリップ事故がとても多い。気温はマイナス20度以下まで下がる場合があるのでディーゼル燃料の凍結などに注意が必要である。道路や気象についてはホテル等のサイトから詳しい情報を得ることができる。ありがとうございます。